はい、皆さんこんにちは、グローバルインベストメントアカデミー諸角です。今ですね、トルコイスタンブールのある、物件の前に、来ております。名前ね、後ろ書いてある通りエクスプレス24と。で、まあ、物件自体はですね、まあ今急ピッチで、建築が進められてこんな感じで、ワンビルディングで、23階建てのトータル273ユニットと言ってましたかね。はい、完成は来年の夏、あと1年半、1年後にできるという物件です。で、なぜね、私が今ここからお届けしているかというと、今回トルコイスタンブールに入って、まあ、いろんなエリアで、いろんなエリアというのはそれこそ今のトルコの中心地、あるいは今後再開発が見込まれているエリア、さらにはもう少し郊外行ったね、新興住宅地、それぞれの価格帯でそれぞれの物件をエージェントと一緒に見させていただいてます。まあ、エージェントもね、今なんか記念撮影してますけども、はい。で、いろんな条件を比べたときに私がですね、今自信を持ってお勧めできるのがこの物件ということで、今回、急遽ですね、この動画で、お伝えします。はい。で、物件の詳細についてはですね、また具体的な資料を元に説明をした方がいいと思いますけど、大体ですね、この辺のエリアの、状況だけ皆さんにお伝えしておきたいと思います。まずここはですね、トルコの、主要の空港、アタチュクル、ごめんなさい何回も言えない、アタチュクル空港から車で、大体、10分以内に、ここに来れます。で、目の前の、幹線道路がですね、走ってるんですけども、これがアタチュクル、ブルーバードという幹線道路で、空港から北に伸びてます。南から北ですね、はい、に通ってます。で、この幹線道路の先に見えるのが、ね、少し橋がかかって見えると思うんですけど、これが E80 って言われて、街をですね、東から西に、通っている。で、中心地、トルコのイスタンブールの中心地に行っています。ハイウェイの一つで、逆にですね、反対側の空港サイドに行くとですね、ちょっとこれでは見えないですけども、これも、東と西に結んでいる E5 というハイウェイがあります。ですから、いずれにしても空港から来る人がですね、街に向かうときに必ず通る、主な幹線道路からこんな近いエリアでですね、あるという位置関係になります。空港から先ほど10分以内でここ来れると言いましたけども、今トルコのイスタンブールでは新しくですね、第3の国際空港を作っています。ちょっと名前は忘れましたけれども、そこがですね、ヨーロッパで一番大きな規模の空港になるということを言われています。で、そこの空港に行くまでに、ここのエリアから車で15分から20分もう本当にですね、抜群の立地です。で、その距離感にあるだけじゃなく、ここをおすすめしている大きな理由の一つがですね、今政府がここのエリア全体を第2のセントラルビジネスディストリクトにしていくという計画でどんどん進めているんですね。で、今のセントラルビジネスディストリクトというのはトルコのそれこそ新市街にあります。新市街というのはトルコのヨーロッパ側の一番東側、そして少しね北の方にあるところなんですけども、今ほとんどの外資系の企業あるいはトルコの企業のヘッドオフィスがそこのエリアに存在しています。ただ現在そこのエリアはもう供給、まあ、物件の供給って言ったらいいんですかね、もうこれ以上立ちようがないですし、開発用地が足りないと。で、もっともっとたくさんの企業が今トルコイスタンブールに来ますので、そういった彼らを次のね、土地に誘致するために今ここにものすごい、予算を出して誘致するようにしています。で、現在ですね、ちょっとこの絵ではわからないかもしれませんが、たくさんのホテルがすでに進出をしています。ヒルトン、マリオット、それから、プルマン、さらにはホリデーイン、皆さんもね、一度は名前聞いたことあるかと思いますけども、そういったホテルがどんどん建ってきています。で、当然ながらこれからですね、たくさんの企業がここに出てくる中で、そういった需要を、まあ、取り込める。で、今回ですね、まあ、これはこの、コンドミニアムはですね、単にレジデンス、その居住用だけではなくて、
オフィスにも使えるようなタイプも選べます。ですから多くの、ね、ビジネス目的で来て、オフィスの使用、ね、ちっちゃな企業であれば十分耐えられるべきスペースも持ってます。そういった需要も、ね、あるとは思っています。で、目を、ね、反対側に移して、向こうに、ね、2つ3つ立ってますけども、あれがですね、モール・オブ・イスタンブールという、トルコの中で一番大きなショッピングセンターです。そこでも、ね、全部徒歩圏内で、今新しいメトロも開発が進んでてですね、2つほど最寄りの駅ができます。それも2分から5分ほどで行けると、抜群の立地です。はい、ですから、まあ、価格自体はですね、だいたい1000万から1200万ぐらい、タイプとしてはワンベッドルーム、広さとしては50から60平米ぐらいです。ですから、まあむちゃくちゃね安いっていうわけではないですけれども、ここの開発されていくであろう立地で、このレベルのコンドミニアム、そしてね周辺との、価格差、あるいは、まあ、差別化ですね、そして、まあ、キャピタルの取りやすさ、さらにはインカムですね、まあ、賃貸出せるかどうかということを考えた、総合的に考えたときに、私がですね今回滞在中に出たこのベストの物件だと思います。ぜひね、これはぜひ皆さんにも聞いていただいて、この大きなメリットをね享受していただければと思います。ちょっとね駆け足になりましたけども、だいたいイメージがつかめたかなと思います。後ろに見えるね、白っぽくはないか灰色っぽいビルがですね、これが中国系のディベロッパーが作った大きなホテルです。その後ろにも2棟3棟ホテルがどんどん建ってます。はい、近いうちにですねぜひ皆さんに、ここをね物件見てもらいたいなと思っています。現地からの動画は以上になります。